はい、こんにちは。札幌占い美容室早任せの後藤です。今日はどうしたいですか？と今日やりたいことはカラーでしたっけ？そうです、グラデーションカラー。はい、グラデーションカラー。なんか写真とかありますか？あります。はい、YouTube TV。はい、ほぼ白ですね。そうですほぼ白のグラデーションのアッシュのグレージュ。はい、でもちょっと1回しかブリーチしないで、まあその多分モデルさん前近づけるのは2回3回のブリーチが必要なんですが、ちょっと申し訳ないです。1回のブリーチでできる範囲かな。でダブルカラーでブリーチしてカラーしたいと思います。で長さはさっきちょっと聞いたんですけど、顔周り少し切るんですよね。そうです。顔周りをちょっと切って長さ変えないで、ダウンはいなくていいんですか？その感じで大丈夫ですか？この感じになればダウンが入ってもいいかなって、はい、ちょっとこの辺がグワッとしちゃって、はい、こういうものすごいので終わりました。はい、やります。はい、で、まあブリッジして一回ブリーチして入れて、それから、多分普通のカラーが入らないんでソーダカラーで、まあ、ハイトーンにしていこうかなっていう感じでダブルプロセスで今日は行ってます。前でもどうなんだろうね、あんまりやらない方がいいのかもしれないです。いい？どっちでもいいです。はい、前はね、普通のカラーでちょっと拡大します。で、まあ結構たまるんでこれをつけます。ネックのやつをつけて、カットとダブルカラーで、まあ、2時間ぐらいで終わろうかなと思ってはいるんですが、どうかな、や抜いてみないと分かんないですね。はい、ではやっていきます。モデルさんがちょっと肌が弱そうなんで、根元は本当に気をつけてやらないと、ちょっと危険かなっていう感じがしてます。普通が怖いんじゃないですか？今日普通ですって言われて本当かっていう時は、いや、そうですね、本当に普通なのかっていう時はあります。そしてすごい、めっちゃいいわって思わないんですけど、はい、めっちゃいいわって感じではないんで、多分普通なのかなって。で、季節的にすごいいい時っていうのは何月とかあるんですか？なんか夏いいなとか冬の方がいいなとかあります？季節の変わり目が季節の変わり目が、ちょっと落ち着いてくると、はい、調子よくなる。アレルギーとかさ、そういうのってやっぱりその季節の変わり目ってダメなのかもしれないね。そうですね、結構ぜんそくとかで言っちゃうんですよ。ぜんそくありますね。ありますね。一緒ですね。そうなんですね。ちょっと季節の変わり目ダメですね。そうですね、すごい出ちゃいますね。出る、もう乾燥するし、やばい。吸入器常に使ってる最近。私も持ってます。死んじゃうんじゃないかなって。シュッってやつ。そう。で今ちょっとそれオレンジ色の50回ぐらい使えるやつ。ごめんなさい、ちょっと回すやつですか？そう、あれにステロイド消化の薬ですか？長もんないから。あれだと一時的に収まるから。大丈夫ですか？めっちゃ引っかかってごめんなさい。いやいや全然大丈夫です。そのままです。あんまり海水をやると心臓に負担かかるって聞いたことがあるんで、あんまりやんないようにしてはいるんですけど、毎日苦しいからやってるの。季節の変わり目なんですよね。寝る前とかで出ちゃいます。あ、夜出ます？はい。あ、これ誰に対する？猫飼ってんですか？猫飼ってないですね。犬？犬も飼ってないですね。それのまま大丈夫だったけど、はい、この間ウサギカフェに行ったら、ウサギカフェ？すごいくしゃみ止まんなくて。あ、ウサギだけ結構やばいらしいですか？そうですね、ウサギアレルギーだって分かって。馬もやばい。馬もやばいんですか？馬やばい。私、乗馬やってました。あ、え、大丈夫だった？平気でした。あれ、じゃあ大丈夫か。ありそう。今、やばくない？で昔大丈夫だったんだね。昔大丈夫でしたね。その時も症状出てた時？ちょうどですね。その時は今少女で行ったら、じゃあ馬は大丈夫なのかね。ちょっと不思議ですよね。馬の手を邪魔。馬普通乗馬習ってたんですよ。あ、じゃあもう
馬は天井を下げたな、ね、いや、違いますけど動画習ってる人は金持ちしかならないよな本当になんか、前足の方がすごすぎて、ね、あんまりいい思い出がない入れなかった最後の方がきつかったですねもう、嬉しくて手づくの仕方嬉しいですねなんか、付けとかも飛んでるからなのかな馬のなんか毛がダメなんですよね。白髪かなと思ったけど。花粉症も持ってるんですか。あるんですよね。プロ可愛いですね。これね2000円。え安い。そう高屋で安いでしょ。なんかアーティストみたいな。これねもう一個ね買ったんですよ2000円だから。同じやつですか。これのちょっと違うデザインです。黒いやつ。それも2000円。そうですね。串でやるんですよ。なんでかわかりますか？わかんないです。わかんないです。あれ？面白かった。ハケでやると、ハケって横のラインを出すんですよ。ハケって横のラインがバスで出るんですよ。これって縦のラインが出るんですよ。だから細かいメッシュを入れてるような感覚に近くなって、伸びてきた時に馴染みやすい。グラデーションの時は。だからハケ使わないんですね。だから縦のラインでなるべく塗ってた方が、縦のラインにこれ薬がすごくついてるところとついてないところってブリーチはっきり出るんで、このフォームのこの隙間で塗り方が変わるんですよ。つくとこ、つかないとことか、完全につかないわけじゃないんですけど、こういう風に多いとこ、少ないとこってなるんで、これが発色になるんですね、そのままなので、あと根元もこうやって動かせるんですけど面白いそうすると、よりきれいにできるという感じですあと早い僕を覚えそうですよ、ね、早い時間をかけない最高なんかさ、ブリーチやるとしたら、なんか結構厄介だなと思って、でも全然厄介でもなくて、だからこれ塗り方で一つで変わってくるんで、ちょっとブリーチ結構大変だよなっていう風なニュアンスがやっぱりどうしてもあるんですけど、まだね、でもやっぱこういう風に塗っていくと全然楽勝ですし、綺麗に塗れるので、あんまり失敗もないですし、いいですね。これで動かしていけるので、これ塗ると根元の方が表面の毛はついてきて裏面ついてなかったりするんですよ。それがいいんですよね。逆に。そうですね。で、ぼかしがちょっとナチュラルに溶けるんですね。はい、ちょっと一回待っててください。はい、ブリーチを放置して今状態がちょっと回します。今これぐらい抜けてます。ただまあ目的のカラーにするには多分全然足りてないんですけど、あとはソーダカラーのパワーで、白くしていきますね。で、前髪の方とかはソーダカラーのでかなり透明感をちょっと出していきたいと思います。はい。ワンブリーチして、それなりには抜けたんですけど、まあ、白くするにやっぱり2回もしくは3回ぐらい必要かなと思います。まあここから色の変化をちょっと楽しめるかなと思いますので、はい、顔周りは2ブロックでカットして、上から重さでかぶせて、奥行きが出て、ちょっと顔前に影ができるような感じで、サイドと、トップの方がつなげないであえて切りました。で、ウエイトの方、耳上のところをちょっと上げて、少しポイントが上に来るようにちょっと変えてみましたね。はい。です。動画1000個ぐらいあるんで、皆さん、過去のやつをぜひちょっと見返してみると、関連動画からいろいろこういけますので、関連動画からいろいろ見ていただければなんか気づきになるかなと思います。じゃあ皆さん最後まで見ていただいてありがとうございます。ではバイバーイ、さよなら